初めての試合が先月のルヴァンカップ2回戦。真ん中に入れてくる。合わすだけというところでした。やはりセレッソ大阪が準備する前に、そこで引かれて山田。山田の左を飛んで、さあ白井、白井が抜ける、白井のシュート、さあ止めて効いているという。前半の15分の時間、第3、白井が抜けたが、ジャスティン・ハブナーの対応でしたが、ジャスティン・ハブナーという場面でしたが、いや、ここジャスティン・ハブナーを抜かしていけるか。下げてクルークスです。いいボール来ますよ。さあクルークスの前にスペースがある、シュートですね。スペースがありました。高安、さあ高安折り返してヘディングシュートいます。ああ、ここは抜けていく、抜けていく、そのままシュートを打ちました。さあ高安、ラストチャンスのものにできるか。高安のボール、ここの試合終了のホイッスル。